こんにちは。ストーンイーリス2次チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。皆さん今日もご視聴いただきありがとうございます。とうとう6月に入り、今月で上半期終了となりますが、その前に夏至がやってきますね。今年もものすごいスピードで過ぎていきますが、世の中の出来事も加速しているように感じます。いろんなことが一気に起こりすぎて、もうついていくのが精一杯って感じですけど、まずは5月31日日比谷で行われた大規模なデモ。皆さん決起集会の様子やデモ行進の様子はご覧になりましたでしょうか。どうやら4万人くらい集まったようですが、参加された佐々木みのり先生のブログを見るとデモの様子がよくわかりますので、ぜひ読んでみてください。で、みのり先生のブログには、初めてのデモということで不安もあったんですが、参加して本当に良かったと思いました。今立ち上がらなければ本当に自由のない世界が訪れます。今まさに命の選択を迫られていると言ってもいいでしょう。こんな状況ですが、デモは楽しかったです。お祭りのようでした。と書かれていました。デモの様子を見ると確かに皆さん笑顔もあったりで楽しそうに見えましたよね。実際にデモに参加した知り合いからの情報だと、もう沿道から頑張ってとたくさんの声援があり、とても感動したと言っていました。全国から集まって行われたこの大規模なデモ、テレビでは報道されたのでしょうか。今のところそういった情報はないのですが、 X でマスゴミというキーワードが1位になっていたのも納得です。1年前の西武池袋本店を守ろうという300人規模のデモ行進は報道されているのに、今回は無視とはもう違和感しかないですよね。そしてデモの前日5月30日、特例を盛り込んだ地方自治法の改正案が衆院本会議で可決ということで、裏では粛々と進められています。感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ地方自治法の改正案は、30日の衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決され、参議院に送られましたとありました。地方自治法の改正案は、感染症の蔓延や大規模な災害など国民の安全に重要な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができるとした特例を盛り込んでいますと書かれていました。5月30日この改正案が可決したということですが、この辺りはやたらと北朝鮮のミサイル打ち上げ失敗のニュースや大雨台風情報ばかりやっていたように思います。その裏でまたしてもしれっと可決されてしまいました。そして5月30日国民の命と生活を守る武闘館1万人大会なんてイベントも行われていましたね。こちらは感染症と自然災害に強い社会を作るため、緊急事態に即応できる法整備や憲法に緊急事態対応を明記する国会発議を目指すという内容のイベントでした。いわゆる推進派ですね。私もこういったことにはあまり詳しくないんですが、いろんなことが進んでおります。皆さんもぜひご自分で調べてみてください。今世界も揺れに揺れていますが、日本も大揺れといった感じですね。様々なことが実際に起こっていく中、この現実をどういう視点で捉え、どういう意識で過ごせばいいのか、またしても私たちは宇宙に試されている感じがします。ということで今回は宇宙の源ゼウスからのメッセージをお届けしたいと思います。ご覧になった方もたくさんいると思いますが、今回はアースファミリーチャンネルではなく、トキさんが進行を務めているサイナトモコアワーよりお届けします。今回は聖戦が始まるという衝撃的なタイトルでしたが、今あちこちで戦争や争いが勃発している中、聖戦が始まるとは一体どういうことなのか気になるところです。とても長いメッセージだったのでかいつまんでご紹介しますが、ゼウスは世界の基盤がこれから丸ごと変わっていくことになる。これまでの私たちが認識している歴史や社会のやり方では、今後の地球の世界では営みを続けていくことができなくなると言っていました。これまでの社会と全く性質が変わってくるので、社会の基盤、仕組みそのもの、そして私たちの価値観自体も丸ごと変わる必要があるとのことです。今までの世界を取り仕切っていたそもそもの土台がまるっと変わるということですが、その土台を作り上げていた存在や人間たち、階層の者たちすべてがまるっと変わるということです。このことを国譲りとゼウスは言っていましたが、国譲りのことを宇宙では聖戦と表現しているようです。これまでの世界を作り上げてきたもの、これまで成り立っていたものがすべて入れ替わることになるそうです。じゃあ一体どこの誰に入れ替わるのかということですが、次に国を譲られる側というのは、この地球の始まり、人類の始まりにおいて、これまでのピラミッド社会を作る前の世界を作り上げてきた人々や神々のことだそうです。つまり、地球創生、人類創生の頃の最初の神々に戻るということですね。政権交代するみたいな感じでしょうか。そして地球創生、人類創生の神々に土台や基盤が戻るということは、私たち自身もその始まりに戻る必要があるということです。つまり、自分たちは宇宙の源から派生した魂の存在であるということを思い出すこと、ここに戻ることが必要のようです。このような話は、並木さんをはじめいろんな方が言っていますが、私たち地球人は、もともとは宇宙から飛来してきた宇宙由来の魂です。その工事の魂たちは波動を落として肉体という入れ物の中に入りました。これがそもそもの人類の起源です。でも私たちはその歴史は教わっていないし、隠されてきたので、この事実を知りません。でも世界中にいる先住民の方々はこの事実を知っています。なのでこれからは、今まで裏側に押しやられていた先住民の方々が表に出てきて、これからの新しい世界を作るために先住民の方々が重要な役割を果たしていくそうです。今まさに古い世界が崩壊に向かっているように見えますが、そんな中で先日、イランの大統領がヘリの墜落事故で亡くなりました。ゼウス曰く、このようなことは今までも起こっていたと。安倍元総理も亡くなりましたが、これらの事象は一つの象徴であり、サインと捉えてくださいと言っていました。これからも様々な事象が起こると思いますが、一つの出来事にフォーカスすると判断を誤る可能性があるので、冷静にサインが来ていると捉えましょう。では何のサインかというと、これまでの基盤や構造の中にいた人たち、これまでの象徴だった人たちが、裏に隠れていくということを多くの一般市民の方々に伝えるためのサインなんだそうです。今まで表舞台で活躍していた人たちが裏に回っていくよ。つまり、もうすぐ世界が反転するということを私たちに知らせているんだそうです。それを私たちに知らせてくれている存在がいるとゼウスは言っていました。そして次の時代を引っ張っていくのが先ほどの先住民の人たちということだと思います。あとこれは並木さんも言っていましたが、表面的にももちろんですが、水面下でも様々なことが今起こっているようです。とにかくこのようなサインは今後さらに増えてくると思うので、慌てず今反転現象が起きているんだなと冷静に受け止めましょう。ちなみに今までの事件や事故という事象は分かる人には分かるという暗号として起こっていたそうです。しかしやっと私たち一般人にも大きく知らされる時期がようやく来たとゼウスは言っていました。とにかく今水面下で国譲りの作業が行われています。ゼウスは最終的に全てがひっくり返る瞬間に私たち一般の人々に告知されると言っていました。その告知される事象というのが、これまでは世界大戦というような形で起こってきたそうです。ただそれは宇宙も望んでいないので、今回は大きな世界大戦のようなものにはならないと言っていました。しかし、争いという形で世界が反転することで、私たちの意識が変わるという意味もあるそうです。あと、けじめをつけていく。決着をつけていくという意味でも争いという形は必要なことでもあると言っていました。今回は世界大戦までにはならないけど、今後も争いが加速しているように見えてくるでしょうとのことでした。つまり、この争いは私たちの集合意識が選んだ手段であり、私たちがその道を選択したとも取れるそうです。そしてこれまでの社会は人間にとって都合のいい社会、世界でしたが、この世界が今限界を迎えているんだそうです。というわけで世界は反転していくんですが、新しい世界を作る上で不足している要素があります。それが霊的な世界や霊的な存在であり、私たち自身が宇宙の起源を持つ魂であり、宇宙から来た存在であるということを思い出すことです。私たちには宇宙ファミリーがいるということを思い出し、その宇宙の存在たちから知恵や技術を分けてもらい、今後の新しい世界を作り上げていく。それが女性を中心に始まっていくんだそうです。そして何よりも今後大切になるのが、ゼウスが常々言っている祭りです。この祭りというのは、人間社会の中にある宗教という型にはまったものではなく、その型の世界を超えた祭りです。そしてその祭りを知っているのが先住民の方々なんですね。先住民の方々には宗教的な型はないけど、先祖から伝わる伝統的な文化や風習がありますと言っていました。遠い昔、日本にもあったはずです。今後の社会の基盤や環境を作る上で、私たちは先住民の方々の価値観や風習、祈りの形などを学ぶ必要があるようです。そしてこの祭りをすることによってオープンコンタクトが行われるという宇宙の意図もあるようです。宇宙には宇宙のプランがあるようですが、人間社会の流れを見ながら宇宙の計画を私たちに伝えてくれているそうです。ただ、地球には自由意志というものがあるので、受け取りたいと思う人にしか届かない部分もあるようですが、しかしこのプランを現実化させるためには、必ず私たちの意思と選択とサポートが必要なんだそうです。そしてこのプランは宇宙にとっても私たちにとっても最適なプランなんだそうです。なので今後の地球のためにも宇宙からのメッセージや情報を受け取って動いてくれる方が増えることを望んでいますとゼウスは言っていました。そしてゼウスはこのタイミングで私たちの前に現れ、必要な情報を伝えることを私たちと約束していたようです。つまり宇宙にいる時、地球に生まれてくる前に約束していたことなんだそうです。だから今こうしてタイミングが来たことを私たちに働きかけ伝えているんだそうです。しかし私たちは肉体という檻の中に入り、すっかり約束を忘れてしまいました。宇宙との分離が長かったため、自分たちが宇宙由来の魂であることを忘れてしまいました。これは地球のルールでもあったので仕方がないことですが、しかしもう肉体の檻から解放され、本来の魂の存在として生きていく時を迎えています。これからは宇宙とつながり、覚醒をしながら生きていくことになるとゼウスは言っていました。そのタイミングがまさに今ということですが、どれだけの人が情報を受け取り、この約束を思い出してくれるかがゼウスにとっても興味深い問題のようです。で、最後にゼウスは、これから全ての方々がこの世界が反転していく流れの影響を受けていくことになると言っていました。これまで水面下で起こっていたこと、私たちの知らないところで起こっていた争いや変容をどの方も大きく体験することになると。そして今後の新しい社会、基盤に沿って適応していけるかどうかを試される、その大きな流れの中に全ての人が入っていくことになると言っていました。世界はそれぞれの国が基盤を変えるために壊れることが多くなってくるでしょう。それぞれの国の破壊の作用がドミノ倒しのように広がり、この世界中の社会の基盤が大きく一気に反転する瞬間が来ます。それは争いや戦争のような形で出てくるでしょう。その中には大きく土地が削られ、なくなる国も出てきますとも言っていました。多くの人が意識を変えるためには争いや戦争という事柄が必要なようです。まだまだ争いは加速していくようですが、しかしこれも一つのサインであるということに気づけた人たちは、今後の世界に適応していくことができると言っていました。逆に起こる事柄をそのまま受け止め、恐怖や不安の中に入り、自分の意識を落としてしまう人は残念ながら巻き込まれてしまうそうです。なのでどんな出来事も私たちが次の世界に行くために必要なことであるということを忘れないようにしてくださいと言っていました。そして私たちが今すべきことは、壊れゆくもの、移り変わるもの、その事象や出来事に意識を寄せるのではなく、この先にどんな世界を作っていきたいのか、自分の今できる場所でポジティブな行動を起こすこと、作り上げていくということ、そして多くの人々と共同創造するということを選択すること。そして、もうすでに気づいて動いている方々は、まだ気づいていない人にどうか手を差し伸べてあげてください。ここに意識を向けてくださいと言っていました。これは並木さんが言っていることと全く一緒ですね。はい。ということで、今回は以上となります。とても長いメッセージだったので一部をご紹介させていただきましたが、ゆうかさん、ときさん、ともちゃんのお話も全部重要だったので、まだ見ていない人はぜひご覧ください。今回の動画も頑張ってまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも役に立った、面白かったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。あといいねボタン、コメントもお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。